やってたの、うん、愛は中尊寺を見にあのガールフレンドたちと来たんですけれども、が撮影してよろしいでしょうか、一緒に入って。はい、はい、ありがとうございます。大丈夫ですか？大丈夫です。すごい。世界文化遺産にも登録された、奥州藤原氏ゆかりの中尊寺。豪華絢爛な金色堂は平等院鳳凰堂とともに平安時代の浄土教建築の代表、また参道の中腹にある弁慶堂にも非業の死を遂げた弁慶と牛若丸こと義経の木像が安置されている。抜群の眺めで月見ができるという月見坂から本堂へと向かう。急な坂ね。これずっと続きますか？上まで。かなり続きますよ。かなり続きます。どうも。ありがとう。お柱のこと取りましょう。ねえ、もうここに働いて何年ですか？40何年かなりますけれども。あ、じゃあ、あなたに一緒に来ていただくの？いやいやいや、今日はね、こちらに一緒に来ていただきます。いやいや、来てくれるか？お願いします。夫人、それ無理。それ無理。ええ、お願いします。あと、後払いでいい？いや、後払いでいい。こんなことならもう来ちゃったよ。夫人、ダメ。あ、ここから景色すごい素敵。あ、だから月見、ここで月見。ああ、すごい素敵。あの合流点あたりが弁慶立ち往生の場所と言われます。主人で義経こうやって戦って、あのね、なぎなたを常に身を立ちして亡くなったところから、弁慶衣川の立往生の言葉がございます。誰もさ喋ってたかもしれない。獅子の肌のような石灰岩があることから、ゲイリ系と名付けられた。出発。出発。じゃあ、ここ浅いの？ああ、そこ見える。高さ平均すると1メートル弱です。ですから、この船からまず落ちることはございません。
の間違って落ちましたら、すぐ立てますから買ってください。どうしたらすぐ立てますよ。すぐ立ってくださいみたいな。ドハマりですね。そして、藤井一行は船を降り、芸備系の奥へと進み、運玉と呼ばれる石が穴に入ると、その願いが叶うという。これは難しいわ。すごい難しいわ。下から上、上から、あ、ほら、難しいよね。ワールドワイドな匂いだね。この後、内村が